新川ペンタポートロックフェスティバルは、韓国最大の野外ロックフェスティバルである。通称、ペンタポート。主催は、インチョン広域市、新川経済自由区域。2006年からスタート。韓国、英国、米国、日本を中心とした、国内外60組以上のアーティストを集めて、松島遊園地近くで、毎年7月の最終週末から8月初週に3日間開催で、 行われている。開催期間でわかる通り、日本のフジロックフェスティバルと時期が一緒であり、主要出演アーティストのほとんどは、フジロック出演者でもある。これは、遠路はるばる来日する欧米のアーティストに、フジロック以外のアジア公演の機会を設ける意味合いもあり、この利点を活かし、フジロックと連動する形で、ペンタポートフェスは開催されている。一方で、フジロックに関係なく、 韓国で人気のある日本のミュージシャンが参加することもあり、過去にはドラゴンアッシュ、ラルク・アンシエル、土アンナなどが出演している。しかしながら2009年、ペンタポートフェスを企画していた2つの会社間で対立が深刻化。ブッキング交渉を担当していた側の企業がペンタポートを脱退し、フジロックと同種のコンセプトのもと、スキー場という参観立地に、 サンバレエロックフェスティバルを新たに立ち上げて、フジロック0級と連動したラインナップを形成、開催時期もペンタポートと同日ほどでぶつける対決姿勢を打ち出した。ちなみに、後に残ったペンタポートではブッキングが難航を極め、デフトーンズ以外目立った洋楽バンドを招聘することができずに一部の日本人ミュージシャンを除いて、ほとんどの出演者を 韓国のミュージシャンで埋めるラインナップに終始、さらに規模を縮小しての開催を強いられることになった。その後、ペンタポートが韓国最大の洋楽系ロックフェスとして存続して、いけるかは不透明な状況が危惧されたものの、翌2010年からは、持参フェスと開催日を1週間ずらすことで被りを回避する一応の決着を見た。ブッキングに関しては、 両フェスでそれぞれフジロックのラインナップを分け合いながらも独自のヘッドライナーを招集したり日程が近づいたことでサマーソニック出演者とのシェアに比重を移すなど共存競合に向けた運営をスタートさせている会場はソウル市内から車で1から2時間ほど離れた場所にある会場までの主なアクセスの方法は通常運行バス、地下鉄 特別臨時バスの3種類。通常運行バスと地下鉄はそれぞれも寄りの停留所、駅から会場入り口まで無料で運行している、シャトルバスを利用する必要がある。金額を自由に決めてこのブレスレットにチャージしておけば、料金支払い時は読み取り機にかざすだけで済む。会場内で料理やドリンク、グッズを買うたびに財布を取り出す面倒がなく、 残金はもちろん返金処理が可能である。入り口チケット販売ブース、および場内の専用ブースなどでチャージ、返金ができる。ステージはメインのビッグトップステージとテントで覆われた唯一の屋内ステージ、ペンタポートステージの2つに分かれている。10分ほどで往来可能なこの2つのステージでライブが同時進行する。上記2つのステージとは別に、 毎年もう一つ別にサブステージが設けられミニライブや DJ パーティーなどが行われる。その他、韓国料理を中心とした屋台が揃うフードゾーン、約3000のテントを収容でき、シャワー場も備えたキャンピングゾーンも設けられている。ちなみにペンタポートが開催される7月末はまだ韓国は梅雨の最中のためかなりの確率で雨が降る。また、 会場の地質は良好とは言えず、水はけもままならないため、泥でぬかるんだかなり足場の悪い環境には留意が必要である。太字で記載されているのが、角ビビッグトップステージのヘッドライナーである。ありがとうございます。